ないの？あ、多分今来ました。来てないの？あ、ちょっと、あ、すみません、技術入ります。お願いします。技術三浦、これ赤に残るんでしょ。これ技術兼モデルね。兼ちょっと待って、インスタライブのなんかの写真ちょっと腹立つもんね。ちょっと開けました。やば、はい、こんな風にめっちゃやってたじゃん、ちゃんと。はい、140名来ます。140人に俺この姿見られて、うん、こんにちは。こんにちは。ちょっと声あのこっち側じゃないと声入る。そうだね、声張ってよ。あ、この声は聞こえてますか？これね、ちょっと時差なんだよね。そうなんですよ。まあ、いいんじゃない？いや、行こう。ちょっと張り気味、張り気味。はい、じゃあ今日は5月5日で子どもの日ということで、事前にお子様から集めた質問に権田選手と乾選手に答えてもらうという企画を今から始めていきたいと思います。で、この企画はですね、権田選手と乾選手がかねてからこう子どものために何かしたいっていう2人の思いがあって、今回実現しました。はい、じゃあ、まずはじめに権田選手と乾選手に自己紹介をしてもらいたいと思います。すごい、すごい。300名見てます今。ということで、じゃあまず名前と年齢、あとは好きなキャラクターとかがいたら教えてください。じゃあまず乾選手からお願いします。はい、乾隆です。年齢はあと1ヶ月で35歳になります。今まだ34です。35か。好きなキャラクター、特にないかな。別にほんまになかったな。カルちゃんとかどうですか？え、今日カルちゃん、カルちゃんの頃だろ。小さな頃やろ。小さな頃に憧れたキャラクターほんまになかったな。アニメは大好きだからドラえもんとか大好きだけど、憧れとかではなかった。歌ってたもんね、向こうで。うん、ドラえもん。歌わされた。歌えって言われた。どうぞ。はい。権田修一です。僕は、キャプテン翼が好きだったので、若林源三がすごく好きで、子供の頃は、若林源三、キャプテン翼のキーパーなんですけど、帽子かぶって試合してたんで、すごい。僕も、はい、しっかり帽子かぶって。そうなんだ。すごい。3年生ぐらいまで結構それに憧れて、そんなエピソードあったんですね。で、極力なんかね、ここに文字が書いてある帽子だったの、その若林君、うんうん、そのキャップを探して、うん、字は違うけどな、ここになんか黒で字が書いてるキャップ探してすごい。貴重なエピソードでした。はい、はい、ありがとうございます。そんな子供の頃があったということで。これどうする？質問じゃあ俺がいいね、もうか。あ、最初に映像が、はい、映像流れますんで。全然段取りしなくてすいません。今からですね、スタジアムに来てくれた子ですね、質問をもらってるので流していきたいと思います。はい、ちょっと変えます。はい、マニアックやの、すごいな。これ大丈夫だよね。これ放送の聞いてる人は聞こえてるよね。一応これいいか。どうしたらクッショントラップが上手になりますか。どうしたら。聞こえてるの大丈夫。大丈夫そうすな。どうしたらっていうかね、クッショントラップというよりも、ああいう高いボールとかに関しては、やっぱまずは落下地点を読むことが一番大事なんで。落下地点に、だからまあ俺が遊びでやってる、よくバーンって上げて、あれも落下地点を読むのが一番大事やから、それの繰り返しをやってると、多分あのクッションのちょっと商売させるやつもここに落ちるから、この辺で足止めとけば勝手にポンって止まってくれるっていうのがどんどん分かってくるようになるから、まあ、まずはほんまにこう落下地点を読むように、まあ、遊びで上に上げてそれをトラップする練習するのがいいんちゃうかなって思いますけど。あとでずっとボール触ってるもんね。まあ基本はね、やっぱボール触る触らないわけならへんから、
それで一番いいんちゃうかな。あの本当見本に練習見に来てこれ見に来れる人はあの見に来てもらったら分かるんですけど、本当にイネがずっとボール触っててずっとあの練習中もちょっとした時にファーンって上に蹴ってトラップしてるそういうのもいちいち上手なんで、ぜひあの見本に来たら、ね、練習中にそれ見てもらえたら、あのあこうやってやるんだって練習のネタはできると思いますぜひぜひ来てください。本当に見本に、じゃあ次の質問、はい、はい、あのぜひあの見ていただいている方もコメントとかでなんか質問いただけたら答えていただけるので、どんどんコメントしてください、はい、時間余ったら拾ってどんどんこのコメントに答えてください。じゃあ、はい、2個目です。はい、2個目スクール生です。ありがとう。素晴らしい。元気があっていいね。試合後に緊張しないのですか？また緊張しない方法を教えてください。緊張はしないかな。あれワールドカップは？ワールドカップは吐きそうだった。してるやん。なんかね、緊張じゃないんだよな。なんかプレッシャーで。なんかね、緊張するなんか俺の場合はやっぱ練習をたくさんするから、うん、やっぱ練習をしっかりしてこうよしこんなにやったから自信持っていけるぞっていう感覚とか、うん、あとは結局なんかゴール守るってすごい責任があるしプレッシャーはかかるんだけど、変な話やっぱ乾が前ディフェンスしてくれたりとかみんながやっぱいるから俺一人で守ってるわけじゃないって思えると、うん、すごい心地よく守れるから、だからなんかね緊張はしないかな。逆に緊張ってどういう感じなんだろうね。緊張ってどういうこと？あーもう緊張しちゃって動けないみたいな。俺も基本的にはあんまり緊張せん方やけどなんか人生で2回だけ緊張したことあって、1回は、バルサカンプノーで初めてやった時はなんかもうずっと憧れのところやったからすげえ緊張して、もう唇乾いて珍しく、でだから、ね、体めっちゃ重かったのは覚えてる。あともう一回はワールドカップ出場がかかったのオーストラリア戦かな。あ、それはわかるかもな、うん、そっちの方が緊張した、うん、あれはちょっと緊張したかな。なんかそうだね、なんかどっちかといえばこれ負けたらダメみたいな状況の方が緊張するかも、うん、俺は。そうやね、やっぱその時ってやっぱ俺キーパーだから失点に絡んじゃうから、うん、うんうんうん、だからやっぱワールドカップはでも確かに予選の方が緊張っていう意味では緊張したかもしれないけど、でもその時も思ったのはいやもうこんだけ練習してきたからとか、うん、あとは試合になって急に上手くなることないじゃん、うん、ない。だから練習でやってることしかできないって思ってやってるとあんまりなんかもうあとはもう自信持ってやろうって思えるかもしれない。ちょっと例が重すぎますね。ちょっと一般人からちょっととりあえず練習して自信つけないと。そうだね。そのまあ、あとやっぱテストとかもさ、学校のテストで緊張するとかあるじゃん。でも普段一生懸命勉強してたらさ、あ普段勉強してること出そうって思えるし、逆になんか普段以上のことをやろうとするとやっぱできないから、うん、だから逆に普段勉強ちゃんと頑張ってる子はテストになっても大丈夫、普段通りやればって思ってほしいし、逆になんか普段勉強してない子ほどやばいテストになっちゃったどうしようってなるとパニクっちゃうのかなっていう気がする。だから実はこれを今この YouTube ライブ企画した広報の河原さんは初めてやってるから今非常に緊張してる。緊張してます。はい、それは初めてだから最初はねやっぱ何事もそうだね、うん、緊張するのは仕方ないかもしれないな、うん、と思います。はい、はい、じゃあ次の質問にいきたいと思います。ボトル、うん、あそれ俺も聞きたい。どうしてキーパーになりたかったのですか？え、かっこよくない？でもすげえわかる。俺も小さい頃キーパーかフォワードやった、やっぱり、どっちかやりたかったから。俺もね、キーパーかフォワードだな。
いや結局はね、そのゴールに絡む仕事が一番なんか楽しいっていうか、かっこいいって俺はやっぱ思うから、当然やっぱそのゴールを守る決める以外にもね、いろんなじゃん、今の犬じゃないけど、じゃ間でつなぎに入ってくれる選手とか、じゃあ僕の前で体張ってくれる、じゃあ鈴木のり、井林、高橋裕二みたいな選手がすごいすごい大事なんだけど、でもやっぱりなんか子供の頃はゴール決めることとあと止めることがすごいかっこいいなって思ったから、うん、なんかキーパーシンプルにもかっこいいからやりたいなって思ったから。え、ずっとキーパー？俺ずっとキーパー、もう最初から。俺でもね、そお父さんがバスケット選手だったから手でボール扱うの得意なの、得意だったんだよ、子供の時から。だからなんかキーパーやった方が褒められた、リフティングできないし小学生の時とか。あ、そっか、それはあったかもしれない。イノイはずっと前目？俺は基本前やったかな。センターバックとかない？センターバックは中学校の時とかに一瞬やったりもしたけど、そんなんもうほぼ遊びのあれでやっただけだからその本職でってなると全然もう前、うん、前だけかな。キーパーは？キーパーもほんま人数足りひん時、一個上の試合とかで人数足りひんくて、キーパーがなんか両方二人ともなんか選抜行ってるんで、その時にまだマシやったからやらされてたぐらいかな。でもキーパー好きやった、やりたいってなってた俺も。かっこいいと思うけどな俺は。なんか昔さ、そのプレー集とかもビデオとかあってさ、あったね、あったやん、あった。それさ、ゴール集かキーパー集やったやん、セーブ集か、だからどっちかやったから、それってやっぱかっこいいのはどっちかやなって思ってた。確かに、俺でも本当、なんかワールドカップのさ、オールゴールとかさ、俺は日韓か、もう一個前か、フランスの時の動画を買ってもらって、それ見ながら、今は多分 YouTube とか見れちゃうから、うちの子も YouTube 見てるけど、まあ、なんかやっぱそういうのにはそう、ゴール集とキーパー集があるから、そのキーパーのとこばっか見せた、何分からキーパーだからせ、そこまでさ、今みたいにさ一発とかできないからさ、もうビデオビーンって言いながらビーンって言いながら負けようしながらしてたわ。やるね、あれね、そうだね、だからキーパーすごいわかる、かっこいいからです、と思ったからです。みんなやってみてください、一回。はい、次。エスパルスのダンススクールの方が来た。おい。ちょっとちっちゃかったかもね、これ。はい。質問は、乾選手が試合前に聴いている元気の出る曲は何ですか？その曲で踊ってみたいので教えてください。踊ってみる。むずいな、いっぱいあるけど、でも最近俺試合前ほんまに歌聴いてないからな。ロッパ流れてるの？流れてるね、うん、最近だから好きなのはユーリのビリミリオンって曲とかは大好きでよく聴くし、なんか多分みんな知らんと、あんまりまだ知らんと思うけど、ビッグフミっていう人の曲があって、その人のライフって曲とか、それこそなんか俺のために作ってくれた曲がその人があるんですけど、おー、なんかあったね、そうそう、ジャイアントキリングっていう曲とか、それはやっぱ元気出るかな。俺はでもそのビッグフミさんに関しては自分の曲っていうのもあるし、のことをやってくれてるっていうのもあるし、元気出るっていうのもあるけど、まあでもで俺の曲じゃなかったら、ライフっていうその曲か、ユーリさんのそのビリミニオンっていう曲は最近はよく聴くかな。俺全然わかんないんだけど、踊れそうと思った。どっちか、いやどうなんだ、その曲で踊れちゃう、踊れるのかな、それ踊ってくれるよ多分、これ踊ってくれるのかな。じゃあ踊ったらまた YouTube 載せといて、見るから絶対練習して踊ってくれるから、それが楽しみだな。そんな踊れるような曲なんかな。そうだな、でもどうにかなるんかな、うん、踊り上手かったら頑張って、はい、お願いします。うまく。あとあれだよ、だからあと試合前にさ、ロッカーで流れてるじゃん、はい、あれとか、なんかチームからしてる YouTube とかでさ、もし音楽とかもしちょっと出せんだったらこんなの流れてます。あと選手が多分
あの音楽とかもしちょっと出せんだったらこんなの流れてます。あと選手が多分去年とか試合前にリクエスト曲とか流してるから、はいはいはい、そういうとこで踊ってくれるのもいいかも。子供の声2倍にしてほしいなって、ちょっとちっちゃいみたいな。そっち最大ね、編集の都合上ちょっとじゃあ呼びます。すいません、こっちで呼びます。はい、はい、じゃあ次行きましょう。次もダンススクールの来た、ちっちゃい、ちっちゃいですね。いや、それは柔らかすぎるだろう。すごいね。はい。どのくらい体が柔らかいですか。どのようなトレーニングを行っていますか。ちょっと実際前屈とかこっちでよかったら。全然柔らかくないよ、これ。あ、ちょっとあれですね。どうもこの辺、もう一回です。あ、いいですよ、いいですよ。これでいいの？あ、映ってます。足映ってます。おお、ぺったり。うわすごいね。これぐらいよ。じゃあ、あの、乾さん絶対だよ、絶対だよ。もう俺無理じゃない。乾さん、ほんまに無理だ。乾さん、一回乾さん、ほんまに無理だって。俺いろんな選手がいるよっていう意味も込めて一回言ってみよう。俺足短いから多分ギリつくんちゃうかな。あ、でも、あ、でも、あ、触れるっすね。硬いって。35歳にやらすことないからやめなさい。じゃあでもほんまに俺は全くストレッチとかせえへんから。意味はしない。そういうのほんまあかんねん、できんねん。俺はでもね、やっぱキーパーって結構動きが無理あるのが多いから。うん、あ、そうやな、足伸ばしてこう。うん、当てに行くとかもあるもんな。だからある程度やっぱ柔軟性がないと怪我しちゃうから、うん、だから、まあ、ストレッチはするかな。ストレッチはするのと、でもさっき の、 あのダンススクールの子みたいなことはできない。またちゃうかもな、うんうん、逆にサッカー選手難しいのが、柔らかすぎると今度パワー出なくなっちゃうから、うん、ある程度の硬さもやっぱなきゃいけないから、うん、なんかそこはね、うん、あんまり柔らかくしすぎないようにもしてるけど、でも、うん、ストレッチはするかな。してるな。する。常にしてるイメージ。ストレッチはする。試合後も、すごいなって思う。うん、絶対できん。まあでもあれなんか習慣だね、しないとちょっと。気持ち悪い感じ。うん。うん、あ、でもここ映ってないじゃん。ここなんかクルクルしてるから大丈夫。あ、本当ですか。映ってない。あ、動いてます。オッケー。じゃあちょっと止まったかな。ここクルクルしてるんですよ。こっちが何も映ってない。これ一回質問終わりでしょ。そうですね、こちらで今もらってる。で、ここからどうする。今何分。告知は18分です、はい、告知は後、告知は後で。じゃあこれコメント拾いタイムでいいの。そうですね、はい。コメント拾おうか。じゃあコメント拾います。コメントチャンスタイムです。なんかあれかもしれない。静岡の生活はどうですか。静岡楽しいけどね、俺結構好きかも。ほんと？うん、なんか美味しいお店もいっぱいあるしね。なんかあったかいしさ。静岡あったかいよね。なあ、で海もあって、なんかちょっと落ち着くし、で山もあるし、ゴルフ行けるし楽しいですよ。うん、ゴルフ大好き。あ、この質問あったんでいいですか。いいよ、どうぞ。ゴンちゃんに質問です。僕は7歳です。どうやったら大きくなれますか。いっぱいご飯食べていっぱい寝るんだよそれしかないんだよ、本当に。シンプルですね。本当にそう。あのね、あとなんか俺これね、なんか聞いたけど、ジャンプするといいらしいよ。へー。縄跳びとかでこうポンポンポンって飛ぶと、ああ、なんかかかとにそういうなんかあるらしくて、へー、骨刺激でみたいなのがあるらしくて、なんかそう、ジャンプをそんなやりすぎちゃダメだけどすると背伸びるらしい。だからなんかバスケとかやるといいって言ってたような。バスケとかバレーとかやると昔からなんかいいって言われてたけど、だからそういうことなんじゃないのかな。トントントンってなんかその刺激が入ると背伸びるらしい。でもなんか基本的にはあのご飯食べていっぱい寝るのが一番いいかな。だってもうずっと今でもそうだけど9時前に寝るのが
よく寝ないと、あとよく食べないと。そうだね、めっちゃ食うから。よく寝な。あのな、寝たらやっぱ伸びるっていう、ね。伸びるし、やっぱ毎日元気に過ごせるから。すごい大事です。いいわ、拾って。じゃあ、静岡で食べたご飯で印象に残ってるものはありますか？静岡で食べたご飯で印象に残ってるもの、ね、俺でもあのおでんのだしこは好き。ああ、静岡おでん食べたことある？あ、俺ないわ。静岡おでんってなんかね、だしこっつって何あれ、かつお節のなんか粉にしたような、なんかその食べ方が俺好き。へえ、そんなあるんや。静岡おでんってね、その食べ方なんだけど、それはね、好きだ。あと海鮮好きだな。海鮮美味しいな。マグロが美味しかったな。美味しいね。最近ゴルフ行ってますか？最近ゴルフ、まあちょくちょく。俺はね、全くやんないんだよ。そうやんな、ボンちゃん始めたら絶対こなりそうよ。ダメなんだよ、俺多分したら週8でゴルフ行っちゃう。どっかで2回行ってんな。どっか2回行ってますね。今ここでどっかで2回行ってるっていう候補はクラブハウスで練習中にずっと振ってるから。練習見に来たからぜひ。いやちょっとストレッチしてるんで。ストレッチ。やばい、めちゃくちゃ飛ばしそう。爽やかのハンバーグ食べましたか？食べてない、ね。俺も食ってないわ。あ、食べてないですね。混んでんだもん。確かに。混むよ。やばいっす。やばいっす。絶対っす。なんでなん、あれ、あれ予約取れへんの？予約取れないっす。予約取っといてや。ちょっと取れないっす。整理券でしょ、あれ。整理券っす、ね。そう、だからさ、もう俺、あれ、いつ空いてんの教えてほしい、逆に。いつどこの店がチャンスなのか教えてほしい。あー、空いてないっすね。でしょ？なんですかね、そんなみんな行くの？めっちゃ並んでますね。安いの？いや、美味しくて安いの？美味しくて安いですね。はい。あと、あれしょ、倒れ方のハンバーグでしょ。で、なんか自分であれするんだよね。なんかあの切ってくれるんですよ、そのままで。で、なんかほぼレアみたいな感じ。自分でやるでしょ。自分で焼くんや、はい、鉄板で。爽やか行った方がいいって言われるけど。有名ですよ、ね。混んでんだもん。らしいな。まだ行こうと思ったことがまだ俺はないからあれやけど。行ったことないな。そうだかな。確かにそう、乾さんストレッチね、確かにアップ動画でもボール蹴ってる。そうでも俺ね、でもこれはねすごい思うんだけど、ボール蹴ってるのってさ、うん、アップになるよね。なるなる。乾はなんか俺それ見ててすごい、ストレッチって要は体の可動域出すとかっていう意味にやるけど、うん、でもやっぱボール触りながら乾はアップしてるなっていう感じはすごいする、うん、そうだね。あれも一個のやり方だなっていうのは俺はすごい、そう、俺にはあれが合ってるかなって思う、うん、なんかじっとしてこうやるよりも、うん、ああやって動きながらの方が体も起きてくるかなって思うし、俺だってゲーム前はだってアップしないもん俺。あ、そう、ゲーム前はスタジアムついてから俺何もしないもん。何もせえへんねん。頭、どっちかといえば試合のこと考えて、考えて、そう、そっちの準備する。体は逆にホームだったらクラブハウスでしてから行っちゃうから。うん、え、音楽とかは聞いてる？俺も自分で、あの音楽もなんか雑音が嫌だから自分で集中したいから、うん、イヤホンして、うん、自分の世界に行って、うん、で自分でそのなんかいろいろ考える時間みたいな感じ。試合前に今日どういう流れになるかなとか、相手この選手だからとかってのはそれずっと考えてる。あ、そうなんだ。そっちすごいね。俺そんな考えたことないな。とにかく自分の調子って思ってしまう。自分がどんだけ調子よくできるかなって思って、あのタッチとかで今日どんな感じかなって思ったりしてるかな。そうだから、アップは俺は、うん、体を逆にここで作って、あとは練習、あの、うん、試合前にアップできるから、うん、あそこでって感じだな、俺は。うん、これこっちコメント完全止まってるから、そっちで拾って。あ、本当ですか。こっち完全止まってる、くるくるしてる。うん、なんか止まってる。じゃあここでちょっと先に告知タイムを挟ませていただきたいと、はい、思いますので。俺から？川原さんから説明を、はい、お願いします。これがいいの、今ですね。はい、今日画像が。あ、これね。はい。こちらで。ゴンちゃんファミリーシートっていう、この小学生がいる家族を今回、招待することにしました。で、これはまあ何でかっていうと、本当多くの子供たちに、本当エスパルスのホームゲームに来てほしい。で、まあ今まで来たことあるよっていう子たちも多分いっぱいいると思うんですけど、逆にこれはあの
行ったことないっていう子たちにたくさん来てほしいなと思ってるんで、で今回5月28日の試合だけじゃなくて、今後もあと4試合ぐらいかな、国立の、どこだっけ、千葉か、千葉戦もやるし、4試合ぐらいやるので、本当できるだけ本当たくさんの子に見に来てほしいなって思って、このシートやることになりました。で57組228名さん、僕の背番号が57なんで、なんか1組あたり4人かな、1組あたり4人で、来れるので、ぜひたくさん来てほしいなって、来てもらった方には一応プレゼントとかもあったりするんで、ぜひ見に来てください。で、28日の金沢戦の応募は、今日からか、今日から、7日の23時59分までなので、募集自体は前からしてます。そうだね、すで、はい、にもうとんでもない数の募集が来てるので、ちょっと外れちゃった方は、次回以降また応募してもらえたらと思います。すごいね、よろしくお願いしますというのは僕からで、インドリー選手から俺からは何これ何これじゃないの、リフティングね、乾選手のリフティング企画をこれからエスパルス公式 SNS で始めていきたいと思います。はい、今から流れる乾選手の動画を真似してもらって、それをこう投稿をして、ま、上手なリフティングは乾選手に見てもらおうっていう企画です、はい、ということで、ちょっとまず動画を見てもらいましょう。どれやったと思う、覚えてない。今回はこれにチャレンジしてみてください。もう一回流してこれ分かんのかな、この角度だけで。もう一回流そう。何個か取らんかったっけ、角度。これはこれ1個しか取ってないんか、はい、もう一回流そうか、はい、高度すぎるから、速すぎるから、うん、はい、これツイッターで見えるんだよね、はい、ぜひリフティングチャレンジして。こちらの動画は YouTube ライブの配信後に、公式ホームページとか Twitter で流していきますので、そちらで皆さん真似してぜひ投稿をしてみてください。お願いします。お願いします。これできたらどうするんですか、乾選手から。俺がサイン、おサインくれるんですか。サインこれさ、じゃあさっき、まあ、分かんない、実現するか分からんけど、ちょっと乾と2人で話してたのは、うん、これできた子、じゃあすごい小学生、はい、の子でこれできた子がいます。でその子が、席応募してくれます、ゴンチャシート応募してくれます、うん、で当選してスタジアムに来てくれたら、その子には何かあってもいいんじゃないかなっていうことを、俺らの中では一応分かんない、この5月28日に間に合うか分かんないですけど、うん、今後そういうのも何かできたらなって話してるんで、皆さん多分いろんなリフティングを乾選手が出してくれるんでどんどんチャレンジして頑張ろう。やめろこれ。以上。はい、乾さんから何かもらえるかもしれません。そうですね。なんかね。はい。なんかあげましょう。はい。投稿の詳細はホームページを皆さんご覧ください。お願いします。見てください。はい。はい。で、ね、こっちはねくるくるしてて、ね、何もね止まっちゃってますよ。すごいね、でも980に。ちなみにさっきそのリフティングのコツを教えてくださいみたいな。リフティングのコツ、リフティングのコツ、コツなんか特にないっすよ。とにかくもう、なんかもうずっと練習しとけば、勝手に感覚がつかめて上手くなるんで、もうずっとボール触ることかな。コツなんか特にないです。でもリフティングもし、その技やるんやったら、その、インステップでこう、ポンポン普通に蹴るんじゃなくて、つま先の方で、ちょっと、やった方が技はやりやすい、その後のとかっていうのはあるんで、いろんなこのミーティングのやり方をやってみてくださいって感じですね。1000人ですよ、1000人すごいね、1000人です今、こんな見てくれてる。さ、逆立ちの効果ありましたかって乾選手に質問。逆立ちは、まあ、効果があるのかどうかは分かんないですけどまあでもうん、まあちょっと続けようかなって感じです。逆立ちしてる、逆立ち試合前にしてる。で、
いつも、俺一人で逆立ちでいいから、タコに持ってもらって、画面にくっつけて、やってるんだけど。タケルやってるよね。タケルやってるよね。そうそう。長生きもやってたね、練習前。やってたね。やってる時あるでしょ。逆立ちしてた。あいつはすごいよ、うん。歩けるからな、あれ。うん、俺もそんなの怖くて無理。それはすごい。こんちゃん、2日早いですが、お子さんのお誕生日おめでとうございます。お前そう、試合の日が誕生日なんで。おあ、いわき戦ですか。もう勝つしかないね。ゼロで抑えて。点は取れないけど。ゴンちゃんの PK 蹴るしかないな。蹴らしてくれる ?3-0 からやね。3-0 になってで PK 取ったらゴンちゃんやな。今、犬が言ってたんで、3-0になって PK になったら、皆さんこちらをご注目するか走っていくかもしれない。かもしれない。一応犬の顔を見る。犬を見る。俺は犬って言う。俺は犬って言う。絶対失敗あるからな。絶対失敗あるからな。まず3-0見せないと、ね。3-0からな。まずそっからが。だそうです。だそうです。はい。時間的には30分ぐらい経ちましたが。行っちゃった。もう最後じゃあもうちょっとだけコメント拾いますか、せっかくなので。いいよ、こっちね全く無理だから。さっきね気になったのでね、コナンの映画で一番面白いなんですか。むずいな。コナンの映画で面白かったんだね。今日よく見てるんですよね、コナン。今回もしっかり見たよ。お、俺まだ今回の見てないな。面白かったよ。じゃ今回じゃコナンってさ、コナンだけじゃないんだけど、俺映画館があんま好きじゃなくて。あ、本当。そのあの音のデカさがちょっとびっくりしちゃう。うん、デカすぎて。え、だから早くテレビでやってほしいねんな。そっち、うん、俺逆にも音が欲しいから重低音で言っちゃうだよ。ああ、そう、うん、って言ったら俺がどこの映画館通ってるか分かるじゃん。そんなんあんねんな、うん、へえ。ほら今回は面白かったんで。今回やばかった。面白かったよ。いいなぁ、早く見に行きたいの。うん、スラムダンク見た。見た。俺2回見た。そう、俺も2回見てんな。おもろかったよな。今マリオを見に行くのもやってるんだよね。あ、マリオね。マリオ今やってて、で来月ワイスピーあるから、マリオスピード。あ、そうなの、うん、19かな、十何日みたいな。 あれおもろいらしいね。RRR、 何それ。インド映画かなんか。あー、インド映画のやつね、うん、めっちゃおもろいって。まだやってる。19でやってた。分からん、まだやってんのかな、分からへんけど。番組見ちゃったよ。うん、俺、毎朝 ZIP で見てるんだよ、ニュースのやつで。あ、映画おすすめしてくれるから。あ、そうなのよ。こんなんでいいんか。俺ら普段の会話みたいな。いつもの会話やで。じゃあ、いろんなとこ行ったお二人なんで、おすすめの旅行先ありますか。俺はもうスペインしかないから、スペインの上の方、うん、サンセバスチャンとか。いいね、あそこね。うん、海あって、ご飯もめちゃくちゃ美味しくて。スペインの中でご飯美味しいって言ったら、やっぱその辺がほんま美味しいから、旅行行くってなったら、バルセロナとか、マドリードとかに行きがちやけど、全然上の方、そのサンセバスチャンとかの方行った方が、フランス寄りでご飯も美味しいから、そっちがおすすめかな。じゃあ結構 いろいろ行ってますよね、うん、でもポルトガルちゃんはでもいいところだったよ。なんいいって言うの来たもんね、試合しに、うん、向こうで会ってるのよ。そうそう。あ、そうなんですか。スペインがベティス行って、俺がポルトガルに行った時に、うん、なんかシーズン前にプレシーズンの大会でベティスが来てくれて、へえ。で、いいね、出なかったけどね、今度引退するホアキンに俺フリーキングぶち込まれてポルトガルは本当いいところだね、うん、冬もあんま寒くないし良さそう。夏は人ちょっと多いんだよね。夏はやっぱビーチリゾートだから。ああ、行くねんな、ね、人が。今からちょっとずれた今時期とかは多分一番狙えるかもしれない。今時期とか10月とかは、まあ、まあ暖かいからまだ海とかも入れるし、いいな、うん、お店もご飯も美味しいねんな。うまい、魚がうまいって言うよね。ああ、ポルトガルは。ただ日本だとね、直行がないんだよね。ああ、それいいやな。で、直行なくて、しかも俺が住んでたとこはポルトガル のリスボン、リスボンって首都のリスボン空港から3時間ぐらいかかるから、うん、あ、結構遠いな。結構ね、行きづらいから、おすすめだけど、行きづらい。そこだけやな、うん、でも本当にいいところだし。いいよな、ポルトガルもスペインもそうやけど、うん、みんなあんま行かないもんね、うん、なんかヨーロッパってさ、パリとかさ。そうやねんな、そっちばっか行ってますからな。
ロンドンとかさ、ちょっと離れたところ、うん、ちょっと外れるぐらいがちょうどいいところだけどな、ちょうどいい、そのぐらいのところの方が楽しいかな、うん、あとやっぱ日本人が少ないからすごいね、うん、なんか楽しい、わかるなんか、本当にザなんかその外国の文化っていう感じがして、うん、観光地行くとなんかやっぱよくもあるも日本人がいっぱいいて日本語通しちゃったりするから、うん、スーパーチャットいただきました。KNSK さん。スーパーチャット。あのお金。あざっす。投げ銭みたいな、はい。もっとちょうだい。楽しい企画ありがとうございます。いわき戦行きます。応援してます。頑張ってくださいと。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。じゃあそんなとこですか。終わりますか。はい。じゃあ最後。俺じゃないですじゃあいわき戦に向けてあのお二人から一言ずついただいて締めでいいですか。いわき戦、はい、いやもうホームでねゴンちゃんの子供の誕生日やし、そこはみんなでも必死になってやっぱ勝って勝ちロゴ楽しんでやっぱあの雰囲気をもう一回、やりたいから頑張りたいなと思います。応援お願いします。はい、今徳島戦は引き分けで、本当悔しかったですし、なんか、まあ、僕らは昇格を目指してやってる中でやっぱ強くなって J1 に戻るっていうことだと僕らは今やってるので、やっぱこうやって引き分けもこうエネルギーに変えながらまた強もうこれを一つの機会にもう一個強くなるような気持ちを持って、まあ、今日も練習してますし、いわき戦に向けてやりたいなと思ってますし、今本当にお客さんがアウェーでもたくさん入ってくれて、やっぱ本戦もあのたくさん入ってくれて、で、まあ、今度はゴールデンウィークなんで子どももたくさん来てくれると思うので、やっぱその中でまたエスパルスの試合見たいなとか、アイスターってすごい楽しい場所だなって思ってもらえるようなやっぱ雰囲気になるような試合を僕らが見せれるように、精一杯頑張りたいなと思うので、ぜひ、まあ、ちょっと雨っぽいですけどぜひあのスタジアムに応援に来てもらえたらなと思うので、エスパルス今年すごいんでしょ、観客動員 J2 ダントツなんでしょ。そうです ね、アウェーにもたくさんお客さんを入れる、アイスタもたくさん入る、いやもう本当に皆さんのおかげで、ね、はい、ありがたいので、ありがたい、それはあの継続して、あとまあちょっと先になるけどルヴァンも週中であって、確かにそこは本当にあの前回ちょっとお客さん少なめだったんで、次からは本当にあの突破がかかる大事な試合になってくるので、うん、週中のホームゲームでなかなか皆さん来るの大変かもしれないですけど、ぜひスタジアムに週中も来てもらえたらありがとうです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあそんなところでこれ終わりたいと思います。はい、すごいですね、これすごい、そのどうやっても空気が入ってるんじゃ多分、うん、はい、あ、また、はい、また恥ずかしいやん。またぜひあの機会ありましたらこういった企画やっていくので、はい、あの2人もありがとうございます。皆さんも、はい、皆さんもありがとうございました。以上で終わります。またね、はい、ありがとうございました。ユニフォームこれね。